はい、ありがとうございます。先ほどまでは近藤さんがなぜ海外に興味を持ったのかっていうきっかけから大学院とどういうことをしてたのかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、この動画ではそれを経て今何をしているのかっていうところをお伺いしたいなと思っていて、ちょっとまず最初にインドの大学院卒業するじゃないですか。インドの大学院卒業してインドで就職をしようと思ったのか、それとも日本で就職しようと思ったのかでいうと、どっちを考えられてたんですかね。大学院卒業後は日本で就職っていうのは一択でした。一択ですね。ああ、そうなんですね、うん、じゃあ日本で就職するっていう形になった場合、うん、ただインドとコミュニケーションが取れるような会社を選ぶわけですよね、うん、はいはいはい、そこになった場合ってどういう選択肢で就職活動をしていく形になるんですか、うん、まあ、自分がその就職活動の軸にしたのは、今後そのインドに支店を出したりインドに進出していく中小企業っていうところをメインに受けていきましたね、うんうん、なるほど。それは大企業じゃなくて中小企業なんですね。そうですね、裁量が任されてやりがいとか経験がすぐに活かせるところを基準でしたね。なるほど。実際じゃあそれをベースにした時にどこに行かれたんですか。海運業界を最終的に選びまして、海運業界っていうのはその会社自体今後インドに支店を出して駐在も出すっていうところで、大きくマクロレベルで世界とか変わっていけるっていうところで選びました。なるほど。海運業界でいうと、うん、まあ、いわゆる船とか、はい、飛行機とか、まあ、うん、そういったところで物資を輸出入するみたいなイメージですかね、はい、そうですね。なるほど。海運業界の会社に入っていくわけじゃないですか、はいはい、そこでやってる業務って具体的にどんなことやってたんですか。まあ、今はその、まあ、日本から、まあ、インドに例えば車を輸出したり、あとは海外から東南アジアもそうですけれども、はい、まあ、バルクカーゴって呼ばれる今でいうバイオマス燃料だったり、はいはいはい、あとは木材を海外から輸入する、あとは日本からも鉄を輸出していくっていうのが、まあ、メイン業務になっていきます。で、それで営業しながら船のオペレーションをやっていくというところですね、はい、なるほど。いろいろ聞いてみたいんですけどまず日本からインドに輸出するものに関して、うん、自動車とかあったじゃないですか、はいはい、他は鉄。そうですね、鉄って呼ばれる、まあ、業界名で鋼材って言うんですけれども、うんうん、鋼材、はい、鉄をこう、うん、例えば、まあ、インドに輸出して、その鉄をインドで車を生産したり、あとは、まあ、缶詰、生活用品に変えていくっていうところで、まず日本の鉄の質がいいので、そうなんだ。そう、今輸出していますね。なるほど。っていうのが日本からインドに輸出する内容だと、はい、インドから日本に来てるものって何ですか。バイオマス燃料っていう再生可能エネルギーの原料となるものをインドから輸入してるケースがありまして、例えばその牛の糞っていうのはインドでは使えないものなんですけれども、はい、それを熱量にして燃料にする、でそれを日本に輸入してバイオマス燃料発電所っていうのが結構最近石炭燃料に変わって去ってはいるんですね。でその燃料をインドで作って日本に輸入してますね、まあ、簡単に言えばその糞を船に乗せて輸送する。なるほど。ちなみにそれってどんな形で出てくるんですか。それこそ多分インド行かれたで、はいはい、まあ、路上にあのこのポトンって言ってるんですよね、はいはい、まあ、それは一応商業上の方、商業上っていうのはほぼ変わんないんですけども、うん、一応輸送できる形で船に乗せるんですけども、はい、でもそれは匂いとかはあります。あります。あるんだ。でも消すようなシステムはありますけど。なるほどな。うわすげえそんなのがあるんだ。ちなみに日本とインドって船で輸出入するとしたらどれぐらいの期間かかるんですか。約まあ1ヶ月ですね。あ、1ヶ月かかるんですね、はい、なるほど。途中でなくなるっていうことはないんですか、うん、海の海域によっては海賊が出たり。出た、海賊本当ですか。実際今までの業務のオペレーションの中で海賊にやられたっていうケースありました。やられないようにしてるので一応そういう、どういうことをやられないようにするっていうのはそういう情報が上がってくるんですよね。社内上もそうですし国際ルールとしてそういう情報を上げましょうということで。そうなんですね、はい、じゃあそれはここで海賊が出たぞみたいなのがニュースとして、まあ、そこにパッて出てみたいな、まあ、メールで全体メールとして流れます、ね、そうなったら、うん、そこバリバリ航路にかかってんじゃんみたいな、うん、なったらどう対応するんですか。それこそ、まあ、オペレーション業務っていうのがあるので船の船長と電話だったりメールをしてここは通らないようにしてくださいという、簡単に言うとこの自動車線のカーナビの役目を自分がやるっていう。なるほどな。でももう一つ、まあ、僕船長のことすごい尊敬してるんですけどあんな海じゃないですか、はい、自分がどこ行ってるかも正直分かんない。周り見たら、うん、普通の道路で運転してるのと、うん、船で運転してるの多分全然違うと思うんですけど、うん、ここ今通ってんなっていうの分かるもんなんですか。そうですね、今の船は GPS 機能みたいなのがついてるので、はい、世界の船の位置だったり、はいはいはい、例えば台風が起こった時に、まあ、回避しないと絶対いけないのでそういうシステムは導入されてますし、日本でもお互いの情報の違いがないように見れるようなシステムはありますね、はい、なるほど。
ちなみに仮に海賊に襲われちゃいました、例えばそれは自動車船だとしたら、うん、自動車を持っていけないわけじゃないですか、うん、どうするんですかそれは。いやもう船ごと取っちゃう。そうです、もう船ごと人質に取って、はい、それと機械に何かっていう、要は国際レベルの話になっちゃいますよね、うん、いやーすげえなそれはなるほどそういうリスクを抱えつつも船で行くわけですね。そうですね、僕今話聞いててめちゃくちゃ面白いなと思いましたしやりがいあるだろうなと思ったんですけど、自分が5年間インドにいて、うん、その経験を今の業務に生かせたってところってあるんですか。もちろん今その担当がインドの輸出輸入担当なので、はいはい、自分の経験だったりインド人とどういうふうにコミュニケーションを取るっていうことはやはり活かせてるかな、うん、あとマクロレベルでインドがどういうふうな世界の立ち位置なのかっていうところはすごい勉強になりますね。あなるほど、そういうことですね。今ってどれぐらい働かれてるんでしたっけそこで。今今年で10年目になるので、はい、結構いやもう大ベテランですねいやいやいや、実際ちょっと聞いてみたいのがインドの方と仕事をしていくじゃないですか、うん、今日本でインドの方って結構働かれてたりもすると思うんですけど、うん、そこでうまく付き合っていくっていうところができてる人とできてない人二分化されてると思うんですけど、うん、うまくいくためには何が必要なんですかね。まあ、やっぱり日本の人自身、はい、受け身にならずにコミュニケーションを取っていくっていうところかなと、うん、ただやっぱり日本にインド人がいるからっていうふうな考えで受け身にならずにこう自分から主張したり、うん、まずはやっぱ文化的背景を知るっていうことがやっぱ一つ大切かなと思います。ちなみに近藤さんは今後どういうことやっていきたいんですか。後ほどの話にもつながるところなんですけれども、やはり地域からインドっていうところをまず見つめていきたい。マクロレベルミクロレベルを知った中でミクロに焦点を当てて現地現場で自分の経験を生かすっていうことに焦点を当てていきたいなと思いますね。なるほど、うん、ちょっと最後に聞いてみたいんですけど、はい、今10年目になってる中で一番達成したこと、はいはい、まあ、自分の記憶の中でうわもうこれはやりきったっていうのってありました。日印関係で政府間で決めた案件、例えばまあ ODA 案件って呼ばれるものがあるんですけど、例えばまあ新幹線運んだり、うんうんうん、インドに地下鉄を運んだり。新幹線船で運べるんですかいやもう想像を超えてきますねもう今新しくやっぱりインドの方でも南の方でもメトロ地下鉄が増えていく中で、地下鉄を運んで自分がその地下鉄を乗るっていうことの経験はすごいやりがい感じ。それじゃあできたってことですか。そうですね、自分が運ぶ業務を携わったところで実際それが開通して乗れたっていうことですかね、うんうん、そうですね。めっちゃいいですねそれ夢ありますね、うん、夢を運ぶ会社ですあそうなんだでもその ODA は基本的に JICA とか外務省とかそういうところとパートナー組んで、はい、まあ、受託してみたいな感じでやるってことですね。上で政府間で決めた案件を民間に落として民間が運ぶと。いやー夢あるな。新幹線運んでる姿もちょっと見ていいですかね新幹線運ぶんですよね、うん、それ1両1両運んでいくんですか。まあ大体1つの船で4両運べるので それをそんな運べるんだ、はい、あの大きさを。そうですそうです、相当船でかいですね。そうですね、だから初めて僕こういう業界の人たちと話したんですけどめちゃくちゃ面白いですねやりがいありますね。そうですね、唯一ネガティブな点挙げるとしたら何ですか。この海運業とか輸出入の業界で挙げるとしたら、うんうん、マーケット市況にすごい影響されるので、まあ、コロナの時期で売り上げがすごい伸びる時にあればマイナスのマイナスっていう赤字続きの時があるので、波がすごい。なるほどじゃあトレンドにすごい流されちゃう、ね、そうですね。ちなみにコロナの時はどうだったんですか。やっぱそのコロナの初めの時期はもう物が出ないので船が余っていく。やば、固定費めっちゃかかりましたね。そうです、そしたらね、うん、それですごい赤を生んでましたね。いやでもむしろそれを今もずっと続けられるっていうところの方がすごいですけどね、うん、キャッシュをすごい持ってるんですね、うんうんうん、まあでも 1,2 年はもう耐える時期だったんですけれども、今コロナも約まあ3年ぐらい経って、うん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 、まあ、そこから今ようやくプラスに変えていけるような市況運営になってきて、すごいわこれ。多分そんだけ大きい船だと固定費なんて億単位でかかると思ってるんですよ、うん、それは基本的に動かないと赤じゃないですか、うん、ってことを考えたらめちゃくちゃ持ってんだなって思いました、うんでもそういうのに流されるのもちょっと分かる気がしますね。だからウクライナのところとかでも少なくともあったりだとか、はいはい、もしくはインドにはなかったとしても、うん、他の回路のところであったりだとか、多分そういうのもあるんですよね。 うわすげえな、面白いな。なるほどな、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、この動画ではインドの大学に入れて今何をしているのかっていうところをお聞きしたんですけど、まあ、次の動画ではナマステ江戸川区っていうなんともキャッチーな部分のお話をお伺いしようかなって思ってます。なんでこの動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。